広島、超イニチーム揃って負け、小野瀬ファンの反応。マジで勝ちきれないな、上位のやつが。ヤクルトが深海から上げてきたな。広島ワンチャン優勝ある。中日ドラゴンズが独走態勢に入った。広島一人勝ち多くない、だからゲーム差詰まったんだろうけど。貯金5個くらいだと巨人までワンチャンあるやん。これ上が降りてきた。上4つはどこも可能性あるわ。阪神はもう B クラスかな。広島が今一番強いな。こういう時って大体巨人が優勝する気がするわ。セリーグはマジでわからんな。阪神、巨人で 4.5 ゲーム差か。今世やな。セリーグわからんな、どこもグダルだ。広島の勢いやばすぎ。結局巨人と広島で優勝争いしてそう。ドラちゃん5位だと思ってたのに、また最下位になってる。だんだんと圧縮されてきたな。広島はヤクルトにいらん連敗したのがきつかったな。あれなきゃ横浜捉えてたのに。広島は調子いいけど、ヤクルトに普通に負け越すチームでもあるからな。なかなか波に乗れない。巨人は広島と阪神に弱すぎるからない。こういう時に負ける横浜の勝負弱さよ。なんかハマスタ成績えぐいって評判になった途端にハマスタで負け増えてきたな。巨人と広島が首位争いかな。8月に松田で6連戦あるし、そこで決まる。中日とヤクルトが1ゲーム最上つくのは1ヶ月半振りらしい。コミュニティに敵対の選手や使ってほしい選手、各球団の話など、プロ野球ファンの方々と盛り上がれたらと思っています。どの球団のファンの方も大歓迎です。ぜひチャンネル登録お願いします。あ、もちろんコメントと高評価も。